ニアニは、上部ギニア地方にある一集落である。現在は村であるが、13世紀から14世紀にかけて、最盛期のマリ帝国の王たちが居住していた首ーであったと考えられることが多い。ワーカミそこは、マリオを訪れた著名な客人という書籍において、ニアニを中心とした、小王国の支配者の系譜として、次のような系譜を提示している。まず、 ニアニを創建したのはコロンバカマラである。その四世代後にコリンキンカマラが王になり、その息子にアニマサカラカマラが王位を継いだ。また、ワーカミソコは王国ではニアニに植わっていたバオバブが信仰の対象になっていたとした。ユースフタタシセが前継所において明らかにしたことによるとカマラ王家はおそらく アフリカ睡眠病か温熱病とみられる薬病の流行により、ニアニを放棄し、ニジェール川上流域の他の村々に移り住まざるを得なくなった。彼らはまず、山あいのニアニを意味する、ニアニクルラに移動し、その後、ダカジャランに移住した。ニアニは、スンジャタた女児誌の複数のバージョンで、しばしば言及される。ママドゥクや手に伝承され、彼が語った女児誌を ジブリル・タムシル・ニアヌがフランス語に翻訳したバージョンにおいては、ニアニが住んじゃたの父、ナレ・マガン・コナテ地下のマンデジンの王国の首友で、あるかのように言及されている。その首友は、第ニアニを意味する、ニアニバと呼ばれていたようである。このニアニは、マンデジンの王国に信仰した。 スマングルカンテの支配に対して、マンデ人のムラムラが抵抗したところ、これへの復讐として、スマングルに破壊された。引き続いて、スンジャタケータがスマングルに勝利し、ニヤニを再建した上、これを拡張させて、自身の帝国の首都にした。ニヤニは、急速に政治と経済の中心になったとされる。一方で、ワーカミソコに伝承されたバージョンのジョジ誌によると、スンジャタケータは、 ダカジャランで生まれ育ったという。スンジャタは、父の死に伴いダカジャランを去った。そして、スマングルに勝利を収めた後に、支配を確立するためにダカジャランに戻り、亡くなるまでダカジャランで暮らしたとされる。ワーカミソコおよびユースフタタシセの説に鑑みると、スンジャタの後継者たちの国の、14世紀当時の首都の名称が何であり、 その位置がどこであったかという問いに確信を持って結論を出すことができる歴史学者はもはやいなくなった。結局のところ、交渉伝統には時間の経過により受けた改変がどの程度あるか推定する方法がないので直接死資料として利用することはできない。LG バンジェが作成したマリ帝国の首都の遺跡が眠ると推定される場所の地図でニジェール AU ゴルフでギニー。 シェット 1892P57 より抜粋。ルイグスターブ・ブバンジェは1887年9月にテネトという集落に通りがかったおり、かつてそこにニアニがあったという昔話を聞いた。ありがとうございます。